本堂松院寺は、静岡県沼津市原にある臨済集計の寺院。王子の東海道原宿東町にあたり、白院絵閣書園の寺として知られ、白院さんの名前で親しまれている。1279年鎌倉演学寺無学祖元の,の流れを汲む天章に指導が解散したと言われている。その後後輩したが、1615年、徳川家康の天下統一後寺院の統制が図られ、 この地域は、禅宗の明神寺により、系列化された。1624年沼津大正寺の大随州一区が、京都明神寺を、本山、沖月読み寺を中本山とする、本末関係を結び、再興した。1649年10月17日、徳川家光から皇十四国六都五省の、衆院城を可しされ、原宿の禅宗寺院として皇居された。 松陰寺がその名を全国に知られるようになったのは、臨在集中校の祖である白院絵画が、住職になってからである。春河原塾の昇家長沢家に生まれた白院は、1699年、15歳で、松陰寺三世短霊住職の下で得度し、絵画と名付けられた。その後絵画が諸国を、運水修行中、絵画の兄弟子である、東ールーロ子が、 昭陰寺四世となったが事務に失敗し蓄転したため、寺は荒れ果てたまま無盾となっていた。昭陰寺段下や家族の意向もあり、絵画は1716年末に原宿に戻り、1717 17年正月に入寺、翌1718年に白院と合志正式に昭陰寺五世住職に就任した。白院の名声が高まるにつれ昭陰寺には門弟が集い、 数百人に及ぶ大集団を形成した。1768年白院が当時で病没すると、門邸の水王元炉がこれを継いだ。大正期には同じく、白院所遠の三島支流沢寺住職として、当時の最高に勤めていた山本玄宝が松印寺住職も兼任した。門弟中島玄城の第二、昌印寺は明神寺派から独立し、単立として、 白隠宗と称した。現在の住職は宮本窓亀明。白隠禅寺の遺体は死後分骨され、原の松院寺、三島の龍宅寺、藤雛の無料寺に埋葬され当初が建てられた。山門松院寺、山和2016年8月1日指定の有形文化財。石川らぶきが特徴の木造、切妻造りの平屋建ての門。 石瓦は幅約30センチ、長さ約1メートルのものを一面三段18列、計54枚、裏表合わせて108枚で吹かれている。次元では白院禅寺の公案とされていたが、後の調査で江戸文世紀の時代に作られたものと分かった。この地方ではタグを見ないものである。 松陰寺海賛同家中妙法連へへ1955年4月19日指定の有形文化財。元禄3年間、白院で約本で全八巻10冊からなる。白印全自画像1972年7月2日、指定の有形文化財。白院の皇帝の陶霊が、病身第一座に、定員の時に、白院が2枚の自画像を描き、1枚は陶霊に、 与えたが、1776年に、火事で消失した。後に、残りの一枚を東霊が発見し、自画像の由来を書いて、寺に伝えたものが現存する。白院全寺墓1954年1月30日指定の史跡。本堂裏の墓地に進むと、三基の無宝塔があり、向かって、左側が白院のものである。 白院は1768年12月11日に84歳で入弱し、火葬された。かつては月山の上に無宝塔が並んでいたことが知られている。その後、台風による松の倒木塔で墓石が損傷したことなどから補修、改装されている。周囲には歴代住職や運水の墓石が多数並んでいる。なお、白韻の墓は、 三島市龍卓寺、藤岳最公園にもある。木造白印禅寺座像晩年の白印禅寺をモデルにした彫刻と言われ、見開いた大きく力強い両目が特徴である。1769年に制作され、寸法は、総高 104cm、座高 66cm、材料、作成手法は、日の木材、より木作、彩色、玉眼である。 2017年3月28日に、沼津市有形文化財として指定された。境内にはすり鉢をかぶった黒松があった。岡山藩主、池田つぐまさは参勤交代を終えて、東海道を下る途中、当時に白衣を訪問し、諸毛の品を問うと、ちょうど小僧が割って欠かしていたすり鉢を望んだため、次世は備前焼きの大すり鉢を届け、 白院はそれを、境内の台風で折れた松の枝の傷口を覆うように、被せたという。すり鉢は松屋に接着され、枝から落ちることなく松の成長とともに高さを増し、名所となったが、1985年、白院生誕300年を記念して、清水焼のものに取り替えられた。2010年9月13日、松が枯れ倒壊の恐れが出たことから伐採された。無は、 現在廃寺になっているが、静岡県富士市の寺跡の竹さ塚の南方に墓が残されている。ありがとうございます。